う怖いもー怖い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 。うー。皆さんおはようございます。こんにちは、バタクまでございます。お疲れ様です。山でございます。三十代ゲーム実況おじさん二人の放課後移動バ会議みたいな特番組、真面目に砕け損。作業用 BGM で聞きながら流す。皆さんおはようございます。こんにちは、バタクまでございます。お疲れ様です。山でございます。三十代ゲーム実況おじさんの二人。変われ。 お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。山でございます。お疲れ様です。卓馬でございます。あ、違う。 <laughs> 皆さんお疲れ様です皆さでございます皆さんおはようございますこんにちはこんばんはたくんでございます30代ゲーム実況おじさん二人の放課後井戸畑会議みたいなトーク番組真面目に聞くだけその作業 BGM で BGM で BGM でイエーイゲームカテゴリーなのにイエーイどうしようもないけどイエーイ記憶だけがイエーイ30分イエーイヘンタビスシーン第114回イエーイ,イ,エーイ、えー、配信サイトは ApplePod スポーティファイユーチューブで配信されておりますのでお好みのサイトアプリでお楽しみくださいまたエ <laughs> ンタメ通信は毎週水曜22時半からユーチューブヘンタービチャンネルで告知を告知を求てお時間かたち遊びできてくださいね違う違う聞いてンンタビチャンネル <laughs> 違うのよ <laughs> 今日僕すごい喋りづらくてうんそうねあの風邪をひいてましていつからひいてたんだっけ先週末だからもう5日目 ままあまあ長いずっと今ね「<coughs> 単絡んで「うん、咳出るわ」うん「声出しづらいわで」で、うん、でねこのさ冒頭の文章の悪いところね、うん、文字数が多いのよ <laughs> だから喋りきれなくて息が続かなくてね でもボォってなるの？一人で水のない場所で溺れてるんだね。そう。あなたは自分の鼻の奥の水分で溺れんのよ。<laughs> <laughs> だからもう今日はもう今もうちょっと溺れかけてるよ溺、ね、れ <laughs> てる。<laughs> ねこんなにこの114回もやってこんなに枕の 言葉で、ね、<laughs> やり直したことないと思うんだよねそうねで巻き,込、ま、巻き込まれてるからなんか俺も引っ張られてカミカミになっちゃうさ <laughs> <う>いやーもう本当にね寒暖差激しいから私みたいにね体調崩す方多いと思うし俺絶対この時期1回はね崩すのよ体調いやまあまあしょうがないよ、うん、今日来てくれてありがとうぐらいだよもうきつかったら休みなとは言ったんだけどさ、うん、もうでもねちょっと今 噛んだことが、久しぶりでちょっと恥ずかしくて。うん、<laughs> あの、恥ずかしいの。ちょっと待って、本当にちょこちょこ溺れるね、今日、うん。もう今日、今日はもう、水面、か、中、上、ぐらいの、ところで喋ってると思って。<laughs> あの、昔あったさ、テニミュの、テニスの王様のミュージカルでさ、うん、マットあったんだよ。あの、水の上でやってるみたいなやつ。はははは。 <laughs> 俺、どうも、みたいになって編集されてるやつがあったの <laughs> あのね見ていただけたらいいよ。太古の、太古のネタ動画、手にるの水の中に溺れてくれ <laughs>、ところどころごぼごぼ言ってるやつがあって。あの、本当に昔、本当に昔のネタだから、見ていただけたらと思うんですけど、昔のネタといえばですよ、山さん。はい。あのね、いや、もう、 もう皆さん知ってらっしゃる方も多いと思います。うんね、あのー、私、拓磨のね、うん、そして変ンタビューを応援してくれてる人ので、僕がどういうツイートをしてるとか、ポストしてるとかって知ってると思うんですけど、はい、えー、なんとこの度ですね、<laughs> ちょうど4月の15日、うん、月曜日に、うんえー、大型コラボに参加した動画が。 上がりました。うん。見ました。皆さん見ました。見えます。レアさん見ました。私は見てないです。おーっつ <laughs> おえ、山さんが動画上げた時は僕は毎回見てるのに。いやあのね。これちゃんと腰据えて見,見たくてうんで。 月曜かよって絶賛風引いてるんですよ <laughs> <laughs> そうあの本当は月火でね収録しようと思ったけど <laughs>、うん、声が出なくてずっとね今日これまだ声が出てるからいいけどそれまでずっと、ね、何日中仕事してるじゃん。うん、日が時間が経つにつれどんどん声が出なくなって <laughs> 他のね僕が見てる部下たちが、うん、事務所で。 山さん本当に大丈夫ですか?」っていうぐらい「<laughs> 先生大丈夫」とか言いながら喋ってたの <laughs> これぐらい本当にこれ着色してないよ着<色>だったから客色脚色,脚色うん今溺れてたのか言い間違えてたのか分かんないしょ <laughs> 便利、ね、そもそうだったから帰ってすぐ寝てたのよ基本うん で動画上がってたのは知ってたんだけどさ、うん、ちゃんと見れてないのよねまだいやすごいメンバーなんですよもうまだ見てない方がいらっしゃるかもしれないからちょっとせっかくなんでどういった動画だったのか、うん、そうねあのー、年これはもうかれこれ12年前の動画にはなるんですけどもドドあ今溺れたなそうそうしっかりとドだったよ <laughs> しっかりめのドだったドッブクブクやったから隠れただけじゃん <laughs> あのニコニコ、うんえー、違う違う違う,違う超組曲組曲っていう文化があるんだよね、うん、いろんな曲を、えー、メドレーみたいな感じでずっと流すというか、えー、部分部分繋でつ、ね、ないだあの楽曲があってその中でも12年前に投稿された超組曲ニコニコ動画っていう うん、あの動画がありまして、うん、それを、まあ、当時、まあ、今も活躍されている人たちがね、うん、一堂に返して、えー、大型の本当に20人、うんうん、わ関わった人でいうと20人25人30人近くが関わってる動画なんですよ。歌ってみたの方踊ってみたの方編集の方から企画した方まで入れると、うん、そこにね 誘っていただいたんですよいいじゃないですかのその企画の方にね誘っていただいてでね、うん、あのー、まあだいぶ前にこんなすごいすごい企画に呼んでもらったんですよって言ったのが、うん、おそらく2年前なんですよ。多分 2>, <ー>2年ぐらい前1年前だ、ね、1> 2年 前ぐらい、うん、このラジオが始まってちょいぐらい。言ってた気がするわ。に、実は言ってて、山さんには当時、こういうメンバーいるんだよねっていうのはね、さらっと言ってたのよ。うん、聞いてたの、俺はた、俺は確かに。そう。で、なんかいろいろあったの。なんか言っていいって言われたから言うけど、うん、あのね、初めにこう、招集したり、取りまとめてた人が、うん、途中で飛んだの。 え, <laughs> え <っ S 1> 飛んだんですよ。<ほう S 1> いなくなっちゃって。え<ー>。あれ,れれれれみたいな <うん S 1> で。でいなくなったこともさらっと流れたぐらいだったのかな確かで えー、しばらくおこれどうなるんだろうと思ってずっとなんか、うんうん、どうなんだろうどうなんだろうみたいな状態になってたの、うん、そしたらその今回動画上げてくださったカオスさんって方がね、うん、あの改めて運営2代目企画者として立ち上がってくれてはい、はい、取りまとめてとうとう完成したものがだから2年越しなのよあのだからそういうことね もっと短いじゃない全然なんであそう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 あの今コメントいただいたんですけどちゃんと決まってないから何もはっきり言えないけどすごいコラボに呼ばれてますみたいな、うん、言ってたねそうでぼかして言,言ってたんですけどそれが実はこのまあほは10周年の時に上がる予定だったってことだよねきっとねそう動画が、まあ、12周年で。 えー、12周年の日に、まあ、上がりましてえー、ねあのー、すごいメンバーに囲まれたりまあ踊ってみたぜに関しては勝手知ったるメンツがいたり、えー、歌ってみただとその対バン、まあ、対バンさせていただいた方たちでいうとあのこげさんとかこげ犬さんとか、うんえー、グルタミンさんとか。うん あのよく一緒のイベントに出させていただいた方でいうとコロスケさんとかアニマさんとかねいろんな方あとリょうらさんとかね<で>そう、あのー、名だたるメンツとかに囲まれて、えーまあ、参加させていただいたような形になりますぜひねまだ見てない方いらっしゃったら超組曲ニコニコ動画で。 調べていただくとボーンと出てくると思いますんで、はい、あの見ていただければと思います、ね、久々にだから「踊ってみた」の動画あげるあげるっつって全然あげれなかったんだけどこういう形であげれる形になっ,、まあ、っていう感じになったんだけどまあいい動画だったなっていうやっぱ改めて見てニコニコってすげえなって思ったかもうん、うん、やっぱり独自マジでいいサイトですよ いやもうでもねこれで再認識してほしいんだけどさ、うん、あなたは一応これに呼ばれるぐらいの立ち位置なんだよっていうのをもう一度ね再認識してほしい <laughs> でもねでもだよ分かった方聞こえよこれも終電つながりなんですけどはいつい先日こ、うん、このラジオにも来ていただきました片代の企画にも来ていただきました、うん、江戸川ランジュさんの 2周年の配信があったんですよ。ありましたね。えー、実はあの、はい、このラジオが上がっている日の夜21時からは、うん、私 MC させていただくんですけど 2>, そう、ね、そ2周年企画で呼んでいただいたんで、うん、あのー、そこでね毎回恒例なんだけど、うん、俺とかその友情会と呼ばれるメンツがいて、うんえー、そのメンツがね おめでとうで動画を送り合うみたいなのがあるんですよ。ありますねう。うちではちょっと大変だろうからっつってお願いはしてないんだけど、うん、お願いされてたんでランジさんに送ったんですよ。うん、なんかこうネタっぽく「えー、踊ります」っつって、うん、アドさんのショーをくちゃくちゃで歌いながら歌ってんだけどちゃんと踊ってる映像を混ぜるみたいな感じの動画を送ったんです。うんうん ね、でジュさんがね紹介してくれるわけですよ本業が踊ってみただ踊,る踊ってみたの人なんだダンサーなんだと、うん、そしたら「えっただの面白いおじさんじゃないの?」っていうあ踊る人だったんだえ <laughs> 踊り手さんなの <laughs> 見ましたよ僕もその流れ。<laughs> で「踊り手」って言うんだっけみたいなそう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 「そう踊ってみた」の沼の人だよってもともと「元々踊ってみた」出身の人なんだよただの面白おじさんだと思ってた <laughs> いやでもねこればっかりはしょううがないと思うよ、うんうん、まあそうね比率、うん、で言うと昔は「踊ってみた」うん「面白おじさん」ぐらいだったんだけどね、うん、今は面白おじさん 踊ってる人だからそうね <laughs> そうなんですよ <laughs> あのー、それを見てですねええええもっと頑張ろうって思いつつ <laughs> <laughs> いやでもそうねだからそこに呼ばれる こと自体がすごいじゃんだってそもそもねまあまあお声かけいただいたのはねうんねすごく光栄な話じゃないですからほ、ええ、のメンツもさ見たらさそうよねもう当時も今もこう活躍されてる方たちばかりですよ、うん、そこに呼ばれてるっていう時点で認識してほしい自分の立ち位置 今面,白面白おじさん <laughs> <laughs> 面白おじさんとしてねでもねあの送った動画自体も、うん、グリーンバックで動画撮って、うん、好きに使ってくださいっつって送ったので、ねうん、あのねそれ見てさその男児さんの配信ではただの面白おじさんだと思ってたみたいなコメント見て、うん もう一回見直したの、うん、その超組曲をはい、はい、そこに映ってたのがねただの面白おじさんだったの。でもそうだねでも目指すとこは僕はここだから、うん、面白おじさんだからさぽっちゃり面白おじさんそんな踊れるんかい ニョロニョロそんな踊れる回を目指してるからさ、ね、ダンサー部分を添えてみたいな感じでしょ <laughs> そう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 でもダンサー部分ちょっと味濃くないみたいな状態が欲しいから。うん 助けてみんな <laughs> お世話になったわもうおじさんの発言なんだよ <laughs> <laughs> 知ってたこれラジオなの一応ゲームカテゴリーのポッドキャストなんで,です、ね。そうですね、ね一応ねく <laughs> とだの間ちっちゃい図入るもんヘンタビんの話だっけ <laughs> <laughs> あれ俺今なんか何だろう、ね、記憶飛んだ今の今の瞬間に記憶飛んだ自分自身に今催眠術をかけたみたいだった <laughs> あなたは今から自分のこと何も何もかも忘れます321え <laughs> <laughs> すごいじゃん技マシンで技忘れる時のポケモンみたいになってるじゃん <laughs> 手叩いた瞬間にされ止まっちゃって全部が すごかったよいつもあんな多動多動なのにさすごかった静寂だったびっくりしょとうーんいやまあえっ、ー、と12周年のねあの組曲是非、うん、まだ見てない方いらっしゃったら見ていただければと、えー、思います思います <laughs> <laughs> 思いますそして思います すごい思思っっててるるねすごいかやでもそれぐらい豪華なメンツで作った動画だし<う>やっぱ当時のね10年前ぐらいですかそれこそニコニコ見てたよっていう人たちは懐かしい面々が出てると思うので今このタイミングでこのメンツ集まるかみたいなねいやすごいなと思ったシンプルに動画よく集めたなって感じだから 運営さんの苦労とかもなんかわかるじゃないね。取りまとめんだこのメンツっていうね。大変だよ。すごいでもざっと名前言って引っかかった人がいたらちょっと聞いて。だめ引っかかってる人はもう多分だけど見てると思うんだけどね。うん、名前いっか。み見, <laughs> 見たらわかる。みな見な見たらわかる。なぜ見たらわかるよ。 あのすごいメンツでございますのでぜひね見ていただければと思いますと。はい。これくらいでよ今日の話。うん、<laughs> ないよ、うん。どうしよう。初めての20分ぐらいで終わる？いや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 。いやいやいや20分ぐらいで。大丈夫大丈夫。大丈夫。この後講談やりますから。あ本当だ今日こんなやるんだ。<laughs> はい大丈夫です。なんで、はい、まだありますので続きもどうぞ。 はいこの番組では皆様のお便りを募集しております2人の X に投稿フォームを掲載しておりますのでお気軽に投稿してくださいインタビューに辛辣すぎやしないから4文字熟女っていう5文字だよ「<laughs> タクマさん女抱くより編集好きそう女抱く方が好きや東京 FM になっちゃったよ」「<laughs> <laughs> 東京特許許許可っこ のヘンタビこのコーナーはヘンタビのゲーム実況の裏話や思い出を語ります今回はゴーストバイヤー猫に猫に猫で猫をキャット3倍目でございますはい。たくまさんの総実況でございますねえー <laughs> もうねあのねシステムがやっとこの回でわかり始めあこうすると経験値たまるんだ でもねまだまだ疑心暗鬼が続く回なんですよ。いや<味>なんかちょっと表してきたね頭角をあ。表してきた。いろいろ表してきた。このゲームの奥深さと面倒くささ。レベリング必要なのかなとかすんごい思ってるからね。いやーなんか調整入りそうだけどね。 うんでもね、言うても結構前のゲームだからね、ゴーストワイヤー東京って。そうね。あのー、まあな、なんていうのかな、ゴーストワイヤー東京ってすごいいいゲームと言われる反面、うん、あのー、なんていうのかな、惜しいゲームとも呼ばれてて。ほう。詳しく見てないよあ。ネタバレになっちゃうから。うん、でも、何かが原因で、 神ゲーと呼ばれてないんすよでも何かは俺も分かってないけどその片鱗はちょっと見えつつあるんだけどめんどくささというかうーんんうんでもねでもなのよあのー、<う>だろうなーあのねここあと2回ぐらいうんは 案外、ほぼシラフの状態で進んでるんですよ。飲んでるって言っても,うてもね。うん、そんな量じゃないからね。そんな量じゃないんですけど。あのね、この収録の、次の収録なんですけど、うん、ゲロ酔いしてるので。あのね、まだ編集はしてないんだけど、自分でも酒飲んだ後に収録しながら飲んで、うんうん 収録終わって、爆睡してんのね <laughs>。はいはいはい。あのー、そんな回が来るので、今は助走をつけてると思っていただけたら、いいかなって感じですね。あの、ろくに文章も読めない回が入ってくるので <laughs>、 いや待っっててままましたっていうタイミングが来来来るわけですよ <laughs> 来ます来ますよ今は今ふるいにかけてるから、うん、酒飲んでゲームやってるやつのゲーム実況を聞かされてるんだってふるいかけてるけど、うん、ここでふるいに残った人たちは多分もっともっと面白くなってくると思うよ何を主軸に見ればいいか分かんなくなると思う、ね、ゴーストワイヤーを見ればいいのかこの酔っ払ったおじさんを見ればいいのか <laughs> 分かんなくなると思うけど。 コンテンツ的にはまあおじさんだよねそうだね面白いおじさんを見ていただくのが一番ねいいんじゃないかなうんどうですかいつ頃取れそうですかあなたはいやね今思った以上にうんえ取れる時間あるなっていう感じなんですよ今逆におおお まあさすがマネージャーって感じ自分の大半でなんとかなっちゃうので、うんうん、意外と忙しいよ業務量は増えたんで忙しいんですけど、うんうん、まあなんとかなるですがですよ <laughs> <laughs> だからああ本当だったらこの公開収録の前に、うん、ねバイオの収録もしたかったし、うん、フナフンもやりたかったのうん 声が出なくて天井見るしかなかったわーって <laughs> どうしようすごい時間があるのに何もできないわーってなってるのでまだしばらくゴスワイヤー東京が続くと思います, <laughs> すあなたのフナフが始まっても続きますんで、はい、まだしばらく でも本当に嫌だ、ねうん、早くバイを終わらせたい <laughs> マジでそうねそれは終わらせたいねいいなんで、ね、またこの後もねあの完全に私の都合だと思うんですけど、ええ、私の都合がつけばあのバイオは進んでくると思いますので。<laughs> <laughs> ね、お待ちしている皆さんには大変申し訳ないいや申し訳ない,、はい。もう少々お待ちいただけたらなと思いますので、えー、はいま、ね、ぜひそれ近々、あの、えー、っとね、えー、っと、リーサルカンパニーの動画と、山さんとやった、先週か、ちょっと先週やった、うんえー、コンテンツワーニングのショート動画、ショート動画集じゃないやショート動画を、ポンポンポンと上げていく予定なので。 あの楽しみにしといていいてただけれればと思いますあれも面白いよコンテントワーニングね動画今見返しながらやってるんですけど、うん、超面白いよ <laughs> やっぱねこれに関してはもう変旅かけるホラーはおもろいのよわ <laughs> かってんのうんだって見返した俺たちですら笑ってんだよ <laughs> いやそう俺職場でさ昼休みにね編集してるのさうん、うん あの自,自分の編集を、それ以外は業務やるからさ、うん、業務のもう終わって、終わってじゃないや、休み時間はフリータイムだから、うん、ガーてやってんだけど、もう、あのうーんって顔しながらずっと編集、<laughs> うん、<笑>,笑っちゃい、笑ったら変なふうに見られるじゃん、パソコンカタカタカ,タカ,タカタって叩いてさ、うーん、<laughs> すまし顔みたいな状態で編集してるから。<laughs> <laughs> なんで若干ち <あの S 1> <laughs> ね、<laughs> もうセンターで最初はあのー、編集してるのよ <おう S 1> カタカタカタって超仕事してる <おう S 1> あれあの人休みなのにえなんかパソコン叩いてるみたいなキーボード叩いてるって思われてるんだろうけどすごいスマッシュでだんだん斜めってったから笑っちゃいけないって状態でさだんだん斜めになってくの。<laughs> <laughs> そっちの方が目立ちそうだよね <laughs> 目立ちそうなんだけどもうこらえていくとだんだんね引力が効いてくるから <laughs> 引っ張られていっちゃって。<laughs> いやね、えー、そういうのもねまたショートも上がってくるっていうことなのでね、えー、是非。 その辺もお楽しみにしていただけたらなと思います思いますヘンタビ通信のお時間でございますそれでもあなたは我々を押しますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようです <laughs> ご紹介くださいヘンタビ この入り、もう五回ぐらいやってるよね。あ、本当?。五回は聞いてる。あ、でもポンは初めてじゃない?。あのね。ポンは。ポンは初めて。ポンは。五回はやってるよ。もう、もうこんなにやってたらないよ。僕探してるけど。 もう引き出しは空だよ。<laughs> で、空な割りに毎回出てくるのがそれなんだよね <laughs> だ。だって、だってだけど、ね、なんかね、在庫残ってるからさ、<laughs> 消費してかないといけないのよ。よく聞くのよ、これ。えー、ー、あのねそう、さっきホラーかける変旅って話あったじゃないですか。うん、あのね、X の方でね、はい。なんか 来たんですよ。来た。連絡が。はい。I I hope you're having a great day. えみたいなのがバーって来て。ほう。ええパ e c i f i c s t a d i u m s t a d r e r e l e a s e our psychological horror game titled Exam the Silent Call on March 11th, in order to reach a、uh, wither audience, we are con. ルルルルルって書いてあるんですよ。プロフ見てーってやつうん。翻訳したのをお聞きお,お聞きとかお伝えしましょうかはい。<laughs> あの、おちょっと今しますんでね。ええー、とですね。こんにちは。 楽しい一日をお過ごしください、まあ。よくある頭の分ですね、海外のね。はいはい、えー、パースペクティック・スタジオとして、うん、当社はイグザニイグザニムザ・サイレント・コールを3月11日にリリースしました。 より多くの視聴者にリーチするためにブロードキャスト中にゲームをプレイするためのスチームキーを提供することを検討しております。ほ<う>弊社のオファーに関してご返信をお待ちしております。よろしくお願いしますと。へ<ー>ええ、だからこのゲーム宣伝してよと、うん、スチームキーあげるからこのゲームプレイしてみてよと。うん,うん、うん、ええ いいいうことででたただいたんですよ海外からえー、そんなことあるんだ一個飛ばした文章あるんでもう一回読みますねえー、パースペクティックスタジオとして当社はサイコホラーゲーム「イグザミング<ー>ザ・サイレントコールを3月11日にリリースしました出すな <laughs> 絶対に出すな <laughs> なのであのなぜかわからないんですが海外の まあいわばデベロッパーと呼ばれる、うん、ゲーム制作会社から <laughs> こんな最高ホラーなゲームあるから <laughs> ちょっとやってくんねえかと <laughs> <laughs> やだ<ー>えー、いうオファーをいただきましたすごいじゃんええー、ビー初の案件ですか案件でもないんですよ、まあ、あの やっっててみませんんかっていうああれなんで金銭的あれはなしのないですけど、あのー、ただ無料でゲームあげるからやってみない,っいや,っやって宣伝してくれよって、ね、そうですねただであげるからやってよって、うんえー、海外にも目をつけられる感じのホラ、えーゲチャンネルに本当になり始めておりますいやだよーええー。 ってコメント来てるんだけどさ <laughs> <laughs> <ー>あ,、まあ一応 OK は出します、はいえー、OK は出すつもりです、はい、どういう形でやるかわかんないですけどそう、ね、収録でやるのか配信でやるのかはまだ決めてないですけど、うん、多分やると思いますで <laughs> すすごいですね日本よりも先に海外が目をつけた変旅チャンネル <laughs> <laughs> マジかそうなんですよもっとあるやろ <laughs> なんでよリムってサイコホラーなんだよ。<laughs> 本当だよね一番嫌だよサイコだけでも嫌だよホラーだけでも嫌なんだよ、うん、ガッチャンコしてサイコホラーだからねいっちゃいや そんまずカクテルだからね <laughs> 言っとくけど混ぜるのは危険だよウイスキーにウイスキーじゃねえやウイスキーでもいいやウイスキーに敵らぶち込んでほらカクテルだって出されてんだよこっちは怖えーうん、ええすごいですねもう今来てるというかまあリスナーさんに関してはね、うん、海外が目をつける前にみんな見てるから変旅を、うん、<laughs> 怖いね えー、いろんな意味で怖いです。はい。<laughs> この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。投稿方法は2人の X に投稿フォーム掲載されておりますのでお気軽に投稿してください。またエンタビ通信スピンオフ企画であるソロラジオも当チャンネルで更新中、次回はたくまの学習のおダイアリーを更新予定さらにエンタびグッズが発売中でございます。2人の XYouTube チャンネルの概要に URL 掲載しておりますのでぜひチェックしてみてください。それでは次の動画配信パッドキャストでお会いしましょう。お会いいたたくまでございました。山でございました。それでは皆さんまた来週また来週。